ロック福田の腕時計魂。今日はね、特別編、はい、東京丸の内のエプソンスクエア丸の内から生配信で、はい、オリエントスターの新作の紹介をむっちりとします。むっちりと、はいはい、で今日はね、丸ちゃんがね司会進行役なんでしょ。はい、丸山張り切って務めさせていただきます。よろしくお願いします。大丈夫かな。いやだ、そんなこと言わないでそしてですね、今日は特別ゲストにエプソンの企画担当桐生さんとデザイナーの加藤さんが、お越しくださっています。桐生さん、加藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあ、そうですね、まず簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいですか。はい、私ですね、WP 事業戦略推進部で、オリエントスターの商品企画を担当しております、キルと申します。本日はよろしくお願いします。はい、WP デザイン開発部で、デザインを担当しています加藤と申します。よろしくお願いいたします。キルさん、加藤さん、ありがとうございます。そしてですね、本日はライブ配信のため、ソウルタイム、あ、失礼しましたリアルタイムでソウルメイトの皆さんからのご質問を受け付けております。ですので、桐生さん、加藤さん、そして福田さん、丸山への質問どしどしとチャットでお送りください。お待ちしております。お待ちしてます。それでは早速始めてまいりましょう。ではまずいつものように福田さん、簡単にブランドの説明をお願いしてもよろしいでしょうか。はいはい、ですね、だから、こちらね、前にほら一回動画でご紹介してるね、はいはい、まあ、その時にもお話しましたけど、ブランドがそもそも始まったのは1950年、はい、この時にオリエントっていうブランドが、誕生して、その翌年の51年にオリエントスターが誕生します。はい、で2017年に長年事業、協力をしていたセイコーエプソンと、統合して、はい、それでこのエプソンのね、エプソンスクエア丸の内に、オリエントとオリエントスターの、ショールームがあるということで、で、まあ、オリエントとオリエントスターっていうのはね、前の動画でもお話したように非常に個性的なモデルがたくさんあって、うん、でゆえに時計好きにファンが多くて、でそういうね、往年の名作も、はい、アーカイブであそこの柱のとこに、はい、あそこいいですよね。そうそう、いっぱい飾ってあってね、だからこれは時計好きだったらぜひ、一度ならず二度三度と足を運んで見ていただきたいなと、うんうんうん、ね、はい、ね、ということでですね、実はこちらのショールームはどなたでもご予約なしで入っていただくことができますので、うんうん、ぜひ皆さんお越しください、ね、駅からすぐだしね、はい、うんうん、で、ですね、それでは早速新作のご紹介をしていきます。最初はアバンギャルドスケルトンです。ではまずこちらをご覧ください。でもうここに実機があるんだけれども、実は ね、はい、これね、もう後でじっくりとこうお見せするんだけれども、はい、もう本当にね、なんだろうな、仕上げすごいよねこれね、うん、そうなんです。もうすでに時計好きの間で話題に上がってますよね。そうそうそう、あれはすごいと、はい、で改めて説明をすると、オリエントスターって今クラシックコレクション、コンテンポラリーコレクション、スポーツコレクションっていうの、はい、3つのラインがあるんだけれども、はい、このアバンギャルドスケルトンっていうのはスポーツコレクションの新作になります。はい、はい、よくわかりました、はいはい、そしたらですね、桐生さんと加藤さんにまず最初にアバンギャルドスケルトンで表現したかったことをお聞きしたいと思います。桐生さん、いかがですか。はい、このアバンギャルドスケルトンに関しては、はい、本当にこうテクノロジーをデザイン化したいなっていう思いがすごい強くて、開発時からそういった点を、はいはい、コンセプトに開発してきました。きっかけはですね、昨今発売させていただいた、うんうん、FH ムーブメントのこう代表するこう、うんうん、シリコン製玩具なんですけども、はい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 、
こちらやっぱりその技術的な訴求だけではなくて、うん、そのこう外観の美しさみたいなところもすごく評価いただいて、うんうん、そういったのがやっぱこのオリエントスターというブランドを一つこう一歩進むあのきっかけになったかなというふうに思ってます。あ、でこの本作のアバンギャルドスケルトンはさらにこのオリエントスターだとか、うん、アバンギャルドスケルトンというものをもう一歩進化させるきっかけにできるなと思っていて、うん、そういった意味でこのテクノロジーをデザイン化っていうところにすごくこだわって開発の方はさせていただきました。なるほど、ありがとうございます。加藤さんからも一言いただけますか。あ、はい、こちらですね、アバンギャルドスケルトンなんですけども、一番表現したかったのがこの金属の塊感なんですよね。はいはいはい、今回ですね、形状というよりかはその質感にこだわりまして、うんうん、この全体的にマットな金属感、うんうんうん、機械が持つ無機質な表情ですね、うんうん、そういったところをこの、デザインに盛り込みたいと思って、商品化を進めました。なるほど、はい、ありがとうございます。一つそうですね、はい、あの開発の中であのやっぱこう僕らこう開発側として一つこうキーワードに掲げたのが探求心っていうところがありまして、やっぱりあのそういったあのオリエントスターらしさっていうところにそのテクノロジーをデザイン化するっていう考え方とやっぱりオリエントスターを結びつけるっていうところには一つこう探求心っていうものがあのキーワードになったかなというふうに思ってます。探求心ですね、はい、うーん、あとはですね、その先ほどちょっとお伺いしたところでテクノロジーをデザイン化したみたいなお話をちょっとさっき教えていただいたと思うんですけど、そのあたりについても皆さんにも教えていただいてもよろしいですか。はい、あ、はい、ですね、私たちですね、この商品の開発の段階で長野県にある、野辺山の天文台ですね、そちらを訪問したんですよ。でそちらにはですね、あの直径45メートルの電波望遠鏡がありまして、でそれって世界最大規模の大きさらしいんですけども、はい、で実際に私たちそこに見に行って、その星空をバックにその天文台、あ、電波望遠鏡ですね、見た時にすごいこう宇宙に対してのロマンを感じたんですよね、はい、そしてあの、まあ、電波望遠鏡もそうなんですけども、テクノロジーという観点で、宇宙の神秘性であったりロマンを追求している姿っていうのが私たちにも共感するところがありまして、そういった感性をこの商品に込めたいなと思って、商品化を進めました。うーん、なるほどね。なるほど、なんか納得のお話でしたよね。皆さんデザインについていかがですか。ね、あの今その加藤さんおっしゃってた金属のなマッシブな感じ、そうですね、っていうのはなんかすごく感じますよね。これってこうすると見られたりするのかな。なんかね、お手手で隠すとこういいらしいですよ。こうするといいらしい、ね、顔認証がされないので。どうなんだろう、皆さん見えてますか。どうなんでしょうね、だからこれその本当に何だろう、こう塊感っていうのはまさに、あって、そういった意味でもね、何だろう、本当にアバンギャルドっていう感じがして、名前がねぴったりですよね。そう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 、この時計に、はい、これだからスポーツコレクションでのこのスケルトンっていうのは2作目になるのかな。そうですね、あの、はい、そうですよね、はい、ただ今回のものに関しては、はいはい、あの本当にこう前作のこうある程度こう衣装のデザインコレクションみたいなところを引きずってるんですけども、うんうん、本当にもうムーブメントから外装からバンド、もう全てのポイントをもう本当に一から、うん、あのコンセプトから何からやっぱりこうこのモデル向けに開発したっていうところがありまして、なんかすごい進化してるって感じで、ありがとうございます。でそれがその今おっしゃったそのなんだ金属の塊感とかっていう言葉と、うん、僕的にはすごくマッチしていて、なんかすごくいいなという感じですね、うん、で、これあのムーブメントの話をぜひぜひお願いします。すると、まあ、先ほどちょっとあのお話しいただいたんですけど、シリコン製の雁木車、これあのオリエントスターで初のシリコン製の雁木車を採用した自動巻きでは初なのね。あ、そうなんですか。今まで手巻きはあったんですよね、はい、でそれがまあ自動巻きになったと。でこれはキャリバーの F8F64 っていう、まあ、キャリバーなんだけれども、はい、これね、前の動画でもお話したんだけれども、1971年だ昭和46年に、はい、オリエントが、開発した、これは名作ムーブメントってもう言ってしまっていい、あの46系だから46昭和46年で46系、ね、そういうことか。これのまあ最新の進化版、はい、であのシリコン製の雁木車っていうのが、まああの
エプソンのね、うん、プリンターヘッド、あれの製造で使ってる、メグスっていうの、うん、MEMS 技術、うんうん、MEMS、うん、技術ね、はい、これを応用した、だからまさにエプソンならではの精密、加工技術と、はい、でこれはシリコン製の、ガンギ車に、いや、ガンギ車をシリコン製にすると、なんだろう、一番こう長所になるのが、パワーリザーブの向上だというふうにお聞きしたんですけれど、はい、はい、その通りです。やっぱりこう、はいはい、素材をですね、やっぱこうシリコン製にしていくことで、はいはい、従来のこのガンギ車よりもですね、非常にこう比重が軽くなっていまして、はいはい、今回やっぱその長時間化していくっていう中で一番こうエネルギーのロスが多かったのがやっぱガンギとアングルの部分になっておりまして、そこをやっぱり質量の軽いシリコン製のものに変えることで非常に長持続化っていうところに効果があったというところになっております。こう色味についてもさっきちょっと教えていただいたんですけど、そのあたりもぜひ。そうですね、ここもですね、モチーフとしては、天の川銀河をモチーフにさせていただいておりまして、はい、すごくその青みっていうところにはこだわって開発の方をさせていただいております。でこのシリコン製ガンギもですね、特許の方を、2つ取っておりまして、うんうん、1つがやはりその色味の部分というところで、はいはい、今回やっぱりそのガンギ車自体に色がついているというよりは、やっぱりこう光が当たった時にこうどう屈折するかっていうのをナノメートル単位でコントロールして、視認する時に青く見えるというような形にしておりますので、そういったこう、なんていうんですかね、色味の表現というところには非常にこだわりを持っているというところになります。これがあれですよね、この九字一のところに、まあ、そのガンギ、シリコンのガンギが見えているんだけれども、これ今ブルーに見えるのは実はブルーに塗ってるんじゃなくて、ブルーに見えてるだけなんですよね。その通りです、はい、うん、いや、その塗膜の話ですよね、うん、で、ですね、ソウルメイトさんからコメントいただいてるので読んでもよろしいですか。ご質問1993でこちらよろしいんでしょうかね、はいはい、お名前、はい、シリコン製ガンギ車を採用してパワーリザーブや精度に影響がありましたかということなんですけど、いかがでしょう。今回やっぱりそのシリコンガンギにすることで一番のメリットがやはりその質量を軽くすることによったエネルギーロスの削減というようなところと、先ほど言ったようにやっぱりその技術だけの訴求だけだとやっぱりオリエントスターラッシャーじゃないなって、先ほど独創のデザインという話もいただいたんですけども、やっぱりその技術をこう外観美に変換するというところにオリエントスターラッシャーがあるんじゃないかなと思ってまして、そこにこうなんていうんですかね、自社のオリジナリティっていうのをすごく盛り込もうというような形でやらせていただいております。これ前の資料でなんか拝見した時に、あれは手巻きの時かな、だからそのガンギ車をシリコンにしたことでだいたい約プラス10時間でしたっけ。あ、そうですね、はい、ですよね、パワーリザーブと、はい、パワーリザーブが10時間伸びるってすごいことですもんね。ありがとうございます。そこは本当に頑張っていただいて、開発のメンバーにすごく頑張ってもらったと思います。だからもうプラス10時間と。そうですね、なかなかプラス10時間ってね、伸ばそうと思って簡単に伸びるものじゃなくて、はい、うん、実はですね、はいはい、私そのモデルをしてきていまして、おお、なるほど光っちゃいますかね、うんうんうん、こちらもやはりシリコンガンギーを使った、はい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 、F8 シリーズの、自動手巻きですね、はいはい、でこれはあれですよね、もう一度その、重ねとお聞きすると、その青い素材なんじゃなくて光 その屈折とかそういうんで青く見えるわけですよね。そうです。先ほどちょっとなんかシリコンのウェハーみたいなのがちょうど画像として出てたと思うんですけども、もともとシリコンってこう なんていうんですかね、ちょっとグレーがかったというか、はいはいはい、そういう形なんですけども、それにこう加工酸化膜とかをこう重ねていくことで、はいはい、こういったこう青の色の表現というものに行き着いてます。そういう、ね、こだわりもね、いいよね。いいですよね。でそれが9時1時に覗くっていうところですか、また、はい、はい、青いなという、はい、ですね、はいはい、ソウルメイトの皆さんがコメントを寄せてくださっているので、ちょっといくつか私読んでみてもよろしいですか。なんかね、高文 M さんはですね、ほいほい、ふと思うんですよ、ここまで中身を見せるんだったら中身にも傾向ってアイデアとしては素敵な気がするんですが、ほいほい、面白いアイデアと思いませんか。あ、ムーブメントに色をつけていくってことですか、はい、ね、ん、いえいえ、
ここまで中身を見せるんだって中身にも蛍光って間だった蛍光色ね蛍光色ってことですね、はい、なるほどなるほどあとですね東洋ナタリーさんなんですが素晴らしい天文台ですねどのあたりに天文台が反映されているのでしょうかもう一度教えてくださいということですあ、はいじゃあ私の方から、はい、加藤さんお願いしますはい電波望遠鏡って何でしょう最新のテクノロジーを使った機械なわけですよね、はいはいはい、そして巨大な建造物なんですけども、はいで実際にその現物を見たときにその、基板の部分ですね、はいはい、そちらにこう柱のような、支える構造のものがありまして、はい何でしょうねその機能とそれをこう支えている部分のこう造形美みたいなものを非常にこう強く感銘を受けたんですね、はい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 、そして、今回のアバンギャルドスケルトンですけども文字盤の構造が2枚構造になっているんですよ、はいはいはい、上の文字盤と下の文字盤に分かれているんですけども、はいで上の文字盤はですねデザインのモチーフとして、うん12時側のパワーリザーブと6時側のスモールセコンド、はいはい、そちらの機能を、はいはいはい表現するというコンセプトでデザインをしまして、うんはい、で一方下の文字盤につきましては、それを陰で支える、建造物の柱ですね、うんはい、そのイメージでこう張り巡らされているという形状にしてあります。そういうことだったんですね。福田さんちょっともう一回大きくこう映していただけないですか。すいません人をお使い立てして上手にできるかな。こちらあれなんですね。やっぱこの先ほどの画像も野辺山のものなんですけどもいくつかあってすごくこうあの望遠鏡の張りがすごくこうしっかりとしたフレーム構造になっているところがありまして、うんうんそういったところすごく加藤の方でうまくデザインに反映していただいて、うんうんうん、こう電波望遠鏡から感じるこう憧れロマンみたいなところを一つこうデザインに落とし込んでいただいたっていう形になっています、はい、ありがとうございます。続々とコメントをいただいておりましてですね、カッパさん、小型36ミリから38ミリあたりでの新作は予定ございますでしょうかということなんですが、なかなかマニアル、マニアックな、はい。そうですね、やはり詳細はちょっとなかなかお話できないところもあったりするんですけども、ねはいやはり、まあ、やっぱりそういったところのサイズ感だとかっていうのはやはり、まあ、今トレンドとしても把握していますし、こういった、まあ、アバンギャルドとかっていうのはどちらかというとやはりこう先ほど言ったようにマッシブだとか重厚感みたいなところをすごい意識してるんですけども、はい、やっぱまあクラシックだとか含めてやっぱりこう象形のものが似合うものに関しては、はい、やはりサイズ含めて検討していきたいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。さっきアンジャマさんもねコメントくださってそのレディース的なちょっとこうものも出てきたら嬉しいなと、はい、いうコメントをいただいておりますです。ありがとうございます、はい、いやミッドナイトさんからこんばんはこの配信を見たよと言ったら店頭で何かサービスありますかということなんですけどいかがでしょうか。それはですねちょっと簡単に発言できないスマイル的なことですね。そうですね、ちょっと現場で決めれない、はい、ということですね。スマイルに、はいはい、週明けに会社で週明けにちょっと任意に回していただけると思います、うんうんはい、でいくつかコメントを読ませていただいたんですけどちょっと福田さんからもちょっといかがですか。そうまあ、お聞きしようと思ってて先ほどねいろいろともうお話を聞いちゃったんであれなんですけれども、ね、はい、これダイヤルがね本当に二重構造になっていて、まあ、二層構造、うんうん、でムーブメントにもこう波目模様が入っていたりとかっていうふうに、ん、そのこうなんて言う レイヤーって言ったらいいんですかね、うんうん、でそれぞれにこう仕上げが施してあるのが黒い方だとねより分かりやすい。そうなんですよ。ありがとうございます。こうなんか筋目があったりポリッシュだったりとかっていうだからこの立体感がまあスケルトンっていうこと以上に、うんうん、このダイヤル面っていうのが、まあ、ダイヤルはないわけだけど その積層のところでねいろんな表情を見せてくれていてその奥にそのブルーのシリコンの雁木グルムがあったりとかっていうんで非常に何だろうなこう表情豊かな時計ですよね。ありがとうございます、うん、なんか画像で拝見したんですけど本当に奥行き感を感じますよね。そうそうそう、うん、でそれがね、先ほど来加藤さんおっしゃっているようなこう金属のマッシブのところにこう、はいはい、入っているっていうのがなんか、うん、まあ本当に先ほどの電波、望遠鏡の、ね、コンストラクトはいはい、のところをなんかモチーフっていう
のがモチーフになっていたっていうのがあるけれども、本当にそういうなんか建築的な構造美を感じますね、うん、そうですよね、福田さんね、うん、建築家でしたからね、元ね、コメントです、元建築家、はい、ちょっとだけ少し開発の裏話をさせていただくと、はいはい、やっぱり加藤が言ったように、このアバンゲルドスケルトンって、はい、その筋目ムーブメントからダイヤル、ケース、バンドっていうところまで、うん、一つこう統一感出したい、はいはい、で金属的な感覚を出したいっていうところで、うん、最初このシルバーのモデルだけを投入したいなって思ってたんですよ、うん、表現としてやっぱそこが一番できるなと思って考えてたんですけども、本当におっしゃっていただいた通り、こう実際こう試作品が上がってきた時に、白の一体感っていうところと黒のレイヤー感っていうのがすごくこう綺麗に表現できてるなっていうふうに思いまして、これやっぱりこの白と黒をこう2つ同時に出すっていうことにすごくこう価値があるんじゃないかなというか、こうこのモデルとしての振れ幅を表現できるんじゃないかなっていうところで、これは悩むよね、はい、急遽ちょっと黒を入れさせていただいたっていう感じ、すごくにらめっこしてしまう気持ちが私も分かります。でもこれね、開発にかなり高い技術をやっぱり要していると思うんですけども、この他のモデルでも同じように技術をやっぱり発揮されてるんでしょうか。はい、弊社はですね、マニファクチュールメーカーとして、この機械式も含めまして、さまざまなムーブメントを、製造して保有しているんですね、はい、あとさらには、ケースの外装ですね、ケースですとか、あとは文字盤の加工技術も、自社で持っておりますので、そういった技術をさまざまなモデルに展開をしております。なるほど、そうですね、今回のものに関してはそれでやっぱり前作より少し、お値段も上がってしまっているのかななんていうようなところも感じるんですけど、それでもやっぱりこの技術と加工でね、この価格はかなりお得ですよね。ありがとうございます、はい、そのなんだろう、価格アップ的な部分のなんだろう、こう、見どころというか、うんうん、どこら辺になるんでしょうね。これはやっぱりこう現行品と比べると本当に確かにアバンギャルドスケルトンという名前は使っているんですけども、まあコンセプトからムーブメントから外装まで全てやっぱり本当にこうアップグレードさせていただいていると。で特にムーブメントに至っては、先ほどご紹介いただいたように F8 初の自動巻きっていうのをやらせていただいていて、かつこの先ほど加藤が言ったこのレイヤーの文字盤が生きるように、ムーブメントの模様だとか、はいはい、このシリコン雁木がより見えるようにっていう、こう穴の開け方もこのモデル向けに全てデザインしていただいているっていうところで、もうこれで、あとまあダイヤルだとかバンドだとかもこの向けにこのデザインに合うように加藤の方にデザインしてもらっているところがありますので、今シリコンの、ね、お話されたところでまたコメントを、ね、一つ読み上げたいと思うんですが、ケイさん質問ありがとうございます。シリコンの加工で難しいところは何ですか？どうやってそれをクリアしましたかという質問をいただいているんですが、いかがでしょう、2人。そうですね。これ我々時計事業部に属しているんですけども、やっぱエプソンって本当にこう、まあ、プリンターとかプロジェクターのイメージもあると思うんですけども、すごくこうなんていうんですかね、いろんなこう事業を持ってるっていうのが私たちの強みになって、それがまたこの時計に落とし込まれたというふうに思ってるんですよ。でそういう意味だと、これ半導体の事業部の方々が開発してくれた商品になってまして、ちょっと正直なんていうんですかね、僕らがこの先ほどのこう特許だとか含めてそういった技術の詳細も彼らがうちのメンバーから聞いてますし、やっぱりなんていうんですかね、僕がちょっと細かいところ説明できないところもあるんですけども、やはりそういったこうなんていうんですかね、一つこういろんなジャンルのエキスパートがこの時計に関わってくれたっていうのが、一つこの表現につながったかなというふうに思います。ありがとうございます。私からはデザインの話をさせていただくと、このシリコン雁木なんですけども、テーマとしては天の川銀河をモチーフとしているんですね。はいはいはい、はい。でやはり機能部品ですので、その形状だけデザインだけを追求するわけにはいかないんですよね、やはり機能を満たしながらというところで、この形状に至るまでにはさまざまな秘策であったりアイデアを出して、最終的にこの形状に行き着いたというところがありますので、そういったところは非常に何でしょう、ね、社内でも、技術を注ぎ込んだところではありますね、なるほどね。
ありがとうございます。皆さんがどしどし、ね、時計についてのご質問を、うん、くださっているんですけれども、はい、このブラックの方なんですけれども、ベルトの素材は何ですかというコメントをマサキングさんからいただいております。こちらですね、はい、こちらはですねバリスティックコーデュラナイロンを使っています、ね、これバリスティックコーデュラナイロンなんですね、はいはい、そうですね、はい、より強度に強いという素材になりますよね、はい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 、うん、ドライな素材感が、うん、私も気になってたのでよかったです。そうそうそう、起きできて、うん、良いよねこれ、はい、中心部分はバリスティックナイロンで、はいはい、それを補強するためにサイドにカーフを、うん、カーフ材を使っていますね、うん、なるほどなるほど、はい、そしてさらに裏材はこう肌触りがいいように、うん、毛足の、起毛素材を使っています、うん、はい、ありがとうございます。ちょっとお待ちくださいね。ちょっとですね、皆さんのコメントを見たいんですけど、私の iPad が固まっちゃってちょっとだけ待ってください。使えますか？ありがちな感じ。大丈夫です、リフレッシュしました。あ、大丈夫。なんかある？さっきね、高文さんのコメントを読みたいと思ったんですけど、うん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 、それがですね、あ、うん、ナットキングコールから来てたと思いましたってやつかな、うん、ええ何が？実はですね、ちょっと今現場から指示が入ったんで、ちょっとだけ待ってください。他にも、いやでもなんかこうやってご質問たくさん寄せていただけるとすごく嬉しいですね。ね、ありがたいです。でこれ先ほどおっしゃってたように、そのなんだろう、シリコン製雁木車っていうのがまあ一つの、なんだろう。ポイントの、うん、まあ、一番のポイントになるわけだけれども、はいはい、それで言うとだから結局そのまさにおっしゃってたようにシリコン製のそのパーツを作るっていう技術はその、オリエントスターっていうブランドを超えたエプソン総体の力じゃないですか。はい、だ僕はそこがねなんか一番のポイントだと思っていて、そのまあ一番最初にお話したようにそのセイコーエプソンとこう統合したことによってそのエプソンのプリンター技術っていうのがこう時計に導入されていくっていう、これはだから他 の, その時計メーカーではありえないその技術提携とか、提携もへったくれもなくて自社の技術ですか ら, だからそれができるっていうのはもうまあオリエントスターの最大の長所であり魅力であり、はいっていうところですよね。そうですね、ちょっと先ほども強みの話していただいたんですけども、うん、僕もさっき加藤が言ってた通り、やっぱオリエントスターの強みって企画がいて、うん、でデザイナーがいて、でそれを開発するメンバーがいて、製造がいて、売る人たちがいるっていうところまでやっぱこう一貫してるっていうのが本当に私たちの強みだと思ってますので、うんうんうん、そういう商品をこれからも作っていきたいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。ね、実はまだもう一つご紹介したいんですけど、最後にもう一個だけ質問してもよろしいですか。高文さん、はい、すいません、さっきちょっとコメントを見失ってしまったんですけど、 3D プリンターでのシリコン雁木の精度はあと仕上げしなくても良いぐらいの品質なんでしょうかと。意外に、これ粉体って読むんですかね、福田さん、粉体とかだとバリとかシリコンは違うのかなっていうふうに。あ、 3D プリンター、でのシリコン雁木の精度は後仕上げしなくてもいいぐらいの品質なんでしょうかってことなんですけども、これだから MEMS の加工の話になってくるわけですね。そうですね、うんうん、はい、これなので 3D プリンターというよりは、はい、どうやってやってたんだっけな、こうなんていうんですかね、レーザーですよね、はいはいはい、そういう照射で加工してますので、加工方法が全然違う、はい、ということですね。その通りですね。 3D プリンターではないんで、だから、はい、こう切り出してほとんど仕上げは必要ないレベルになってるわけですよね。そうですね、はいはい、ありがとうございます。いや、質問本当に嬉しいです、はい、で続いてはですね、2本目の新作に移りたいと思います。はい、はい、では2本目の新作の動画をご覧ください。メカニカルムーンフェイズ M45 です。はい、
このメカニカルムーブフェーズ M45 っていうのがまあ、さっきお話したの、はい、3つのコレクションのうちのクラシックコレクションの、はい新作になります。でこれはね1951年に、まあ、さっきもお話したように初代のオリエントスターが、誕生するのだけれども、その時に輝ける星っていう風に呼ばれるような時計を作りたいっていうのが、まあ、ブランド哲学になっていたのね、はい、でそのブランドコンセプトを、まあ、色濃く、こう継承した新作なんだよという風にお聞きしてます、はいはい、このね M45 は牡牛座の三階星団であるスバルのことですよね。でなんでスバルがテーマになったのか桐生さん教えていただいてもいいですか。はい、スバルはやはり日本でも最も有名な星団だと思っていますし、本当に古くから時やこう季節を測るこう目印としてもこう活躍してきた星団というところで、やっぱりこういつの時代もこう美しさの時代を超えていく美しさの象徴というふうに思っています。で私たちのこのオリエントスターのクラシックというのも創業よりこう引き継いでいるデザインがそこにはありますし、やっぱり今後含めてやはり変わらない美しさというのを提供したいな、提供していきたいなっていう思いを一つこう M45 スバルっていうものに込めてコンセプトに用いらさせていただきました、はあ、なるほど、そうなんですね、うん、本当に綺麗ですよね。ありがとうございます。で、これケースが黒いのが、まあ、メッキ、黒メッキ、黒メッキ、はい、これね、で、これで、まあ、夜空を、表していて、でこうグラデーションのこのブルーダイヤルがグラデーションになっていて、うんうんうん、でこれが星空を表現していると。でこれ実機を、ね、見るとすごくよくわかるんだけれども、ね、ダイヤルがねこうデコデコしていて、デコデコしてる、はい、でこれ片打ち、うんうんうん、でこれ光の角度で、まあ、表情が変化するんだよっていうのは、まあ、よりこう星空っぽくて、はい、で通常のクリア塗装よりも、こう塗膜の厚い、ね、ラッピング塗装っていう技法を使っていて、はい、こう夜空 の, こうなんていうの奥行き感を感じさせるようにしていると。あ、いろいろこう技巧が、凝らされていて、であとインデックスね、うん、こうタコ印刷ってほらこの前純レイブで見せてもらったじゃん、はいはいはい、あれをねこう重ねることで、インデックス立体感を出していると。うん、で12個のこうポイント、このドットをねひときわ輝かせているのが、スバル座の中でひときわ輝く星を表しているとなるほどいうことだそうです。はい、実はね私この針について伺おうと思ってたんですけど、はいはい、ソウルメイトさんからも、はいはい、素敵な質問をいただいてますのでちょっと代わりに読み上げたいと思います。はい、マサギングさんまだまだありがとうございます。文字盤と同色の針ってすごくチャレンジだと思うんですがということですが、いかがですか。うん、はい、そうですね、見ていただいた通りダイヤルと針とインデックスが同色系になってるんですよね、うん、はい、でこれは確かに私たちにとってもチャレンジではあったんですよ、うん、はい、ただですね、この最終的な仕様に行き着くまでに何パターンか試作をしまして、はい、でその中にはインデックスと針がはっきり見える色違いの仕様もあったんですよ、うん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 、はい、ただ、その数種類作った中でこう比べてみたときに社内で圧倒的にもうこれだねっていうふうにみんなが意見が一致したんですよね、うん、はい、確かにインデックスと針が同系色でこうブラックアウトして見えなくなってはいるんですけども、はいはい、でもそれを上回るなんでしょうね、物の力強さ魅力があるというふうに、はい、みんなで決断いたしました。うん、なるほどね、ありがとうございます。もうすでに見てくださった方もいらっしゃるみたいで MM21SY さんってこれを読みするのかな、うん、お店で見れましたがすごく綺麗でしたということです。うん、なんかきねこれ嬉しいですね。でもこれ確かにね加藤さんおっしゃるようにこれで針がくっきり見えるとなんかこう星空の感じがしなくなるかもしれないですよね。なんか星空ってなんかこう目を凝らしてじっと見ることでなんかこう感じるっていうのをこのじっと見てっていうんでうまく伝わるかな。そうですね、ね、はい、でその文字盤なんですけども、はいはい、今こちらにですね、はいはい、製造工程のサンプルをご用意いたしました。はい、こんな感じです。すごい、はい、これどうなってるんですか加藤さん。はい、でこれがですねまずこちらからスタートしてこちらが最終の形になるんですけども、はいはい、一番初めの工程こちらがですねまず金属の、
ブランクですね、そちらに型打ちを打つんですよ。この段階で、文字盤のこのキラキラした型打ちが入ります。で次にですね、こちらの工程になりまして、その板にこうブラシで放射状の目付けをつけるんですね。はいはい、はい、でここで輝きが一層増すダイヤルになっています。でその次の仕上げがこの6時側の、ムーンフェーズのところですけども、こちらをこう刃物で引くんですね、レコード目のような引きを加えます。はい、はい、そして、ここで下地のメッキをかけるんですね。はいはい、でその次に、こちらの、ブルーの塗装ですね、はい、こちらをかけることによって、今回の文字盤のベースの色がこちらで再現されています。はい、で次の工程が、ポイントとなるんですけども、今回の商品はこう見ていただくとお分かりいただけると思うんですけど、こうより深い深みのある表現になっていると思うんですけども、それを再現しているのがこちらのグラデーションの塗装ですね。はい、非常にこう綺麗なグラデーションをこちらでかけて、商品の質感を上げています。はい、で次に来ると、だいぶ文字盤らしくなってくるんですけども、外形の引きであったりスモールセコンドパワーリザーブの部分をこう抜いて、加工を加えます。はい、で最終段階としてこちらがですね、ごめんなさい、ラッピングですね。この間でラッピングの処理が入るんですね。で文字盤の表面にこうガラスのような光沢がこちらでつけられます。で外形の抜きで、外形の引きであったり、こちらで印刷が最終的に施されます。ブランドのネームであったり、あとはインデックスですね、先ほどご紹介いただきましたぬくもりのインデックスがこちらで、施されまして、最終的な文字盤の形になるという工程となっています。なんかちょっと貴重な感じですよね、それ見られるのって、ね、なんか後でよく見せてもらう。はい、ね、素敵なコメントをいただいていて、これがね、その針と文字盤とか一体感っていうことですよね、きっと。タルさん、同色になると時刻より作品として見ることになるよね、というふうにコメントをいただいてます。いいコメントだね。はい、素敵です。皆さんすごくブルーにやっぱりこう、食いついてくださってますね。これちょっと先ほどダイヤルの凹凸感みたいな話をいただいたんですけども、はい、光の入り方っていうのをすごく意識してまして、やっぱり文字盤の当たった時のこう光のこう奥行き感だとか、こう凹凸感っていうようなところだとか、あと針とインデックスの話も先ほど加藤からしていただいたんですけども、やっぱりこう色というよりはこう光が当たった時によりこう立体感で針もインデックスも読んでいただきたいなっていうふうに思ってまして、すごくそういうこうなんていうんですかね、見せ方の部分はこの光の当たり方っていうのを見せ方っていうところにすごく文字盤も針もインデックスもすごくこだわってデザインさせていただいてます。うん、思わずねちょっと無言になっちゃいますよね、福田さん。サトルさんも、この文字盤の製造工程のサンプルをデスクに飾っておきたいですとか、皆さんね本当に、いや、こんな結構早めの時間なのにコメントいただいて嬉しいですね。すごいね、みんなね、ちゃんと見てくれていて嬉しい。はいはい、先ほどですね、ブラックアートって話をさせていただいたんですけども、こちらはですね、今桐生が話した通りなんですけども、ハリーはですね、断面形状、峰形状にしてあるんですね。あ、そうなんですね。で峰形状にしていまして、で片面は、ミラー面、鏡面仕上げにしてありまして、でもう片面は筋目を施してあるんですよ。はいはい、はい、でさらに、インデックスもですけども、こちらはぬくもり印刷にしまして、はい、色自体は黒なんですけども、こうぬくもり印刷でコーマル感になっているので、こう光を、どこかの面で受けるんですよね、映り込みがされるので。なるほどね。はい、ですので同系色ではあるんですけども、意外にこう時刻は読めるなと、そういう仕上げにはしてあるんですよね。ストリームさんがちょうどそんなことを書いてくださってますね。ダイヤルの色が深いブルーで、針の色がとても鮮やかなので視認性は損なわれないですね、という。ありがとうございます。いや、何か皆さんまだお時間に余裕が実はちょっとあるらしいので質問とかなんかコメントとかください、ぜひ。少しちょっと脱線した話しちゃってもいいですか。はいはいはい、今回これちょっとスバルっていうモチーフも、提案させていただいたんですけども、はい、やっぱりこの今オリエントスターっていうブランドでこうお客様に何の時計を一番最初にこうイメージしてほしいかっていうところもすごく
僕ら企画デザインとかを考えてまして、そういった中で今回この商品数量限定なんですけども、すごく加藤が紹介してもらったように文字盤に手間がかかって、なかなかこう多い数量を作れなかったんですけども、そういった中でやっぱりこのオリエントスターとしてまず最初にイメージしてもらう商品っていうのを、このやっぱムーンフェイズ、このクラシカル のオリエントらしいこのルーツの商品をイメージしてほしいなっていうところで、本当にこの限定少ない数量なんですけども、まずこのムーンフェイズでこういった表現を始めよう、でこれをしっかりこうオリエントスターの顔としてムーンフェイズを育てていこうっていうふうに考えていて、でちょっと今回のこういった商品の開発につながったっていうところはあります。これ数少ない限定だったのね。いや、なんか先ほど実はコメントいただいていて、手に入るかなって心配をされてらっしゃる方がいました、すでに。これレギュラーじゃなかったんですね。そうなんですよ、こちら数量限定に入る。でアバンギャルドの方は2つともレギュラー品になってます。なるほどなるほど、なるほど。これなんですけど、ちなみにその詳しいことというのは何でしょう、発売日だったりとか、そういったことに関してちょっとこの2つの新作について教えていただいてもよろしいでしょうか。まずこちらのメカニカルムーンフェイズになりますが、4月20日、昨日の発売というふうになっておりまして、今回ですね、このモデルについてはプレイステージショップ限定モデルと、あと弊社の公式サイトのウィズオリエントスターでのお取り扱いがありまして、価格の方がプレイステージショップの方がですね、税込みで31万9千円、で、公式オンラインの方がですね、30万8千円という価格になっております。で、プレイステージショップの方は、クロコのバンドにですね、コードバンの、セットバンドモデルに、なってございます。なるほどなるほど。はい、そうか、昨日だからもう見てるソウルメイトがいるのか。はい、そうですね、お写真でだけだと思ってたら、もう皆さんショップに早々行かれていらっしゃるという、はい、予習ができてると、ね、でもきっと皆さん楽しみにお待ちだったんですよね、でこのアバンギャルドスケルトンはこちらはですね、まだ発売、されてないんですが、6月10日の、時の記念日の発売になってございます。楽しみ。でこちらですね、白黒ともに、レギュラーのモデルというふうになってございまして、税込みで、24万2000円、というような金額になってございます。お値段は一緒。はい、一緒でございます。ありがとうございます。時の記念日に発売とは良いですね。ありがとうございます、はい、いや、じゃあこれから私も準備したいと思います、購入のみたいなねですけど、またいくつかコメントをいただいているので読んでもよろしいですか。はいはい、ちょっとずれちゃいますけどというところで、岩田さんなんですけれども、ヘリテージゴシックでバーガンディの文字盤があると嬉しいですというところとか、なるほど、そうです、タルさんも年齢的にバーガンディ欲しいって書いてくださってますね。はい、そうですね、ヘリテージゴシックのバーガンディもいいですね。確かにいいですね、はい、バーガンディってグラデーションに非常に合うカラーなんですよね。おお、なるほど。例えば中心をバーガンディにして、はいはい、で外周のグラデーションをそれよりさらに濃いバーガンディであったり、まあ、黒もいいと思いますね、黒にしてね、濃い茶であったり、非常に雰囲気が出るカラーリングになると思いますね。非常にいいアイデアだと思います、ね、ありがとうございます。ちょっと話題が、ね、前後してしまうんですけれど、すみません、 K5SN さんご質問いただいたんですね、ごめんなさい遅くなっちゃって、プレステージショップで買うとベルトがついてくるようですが、交換は簡単なんですか、ということなんですけど、いかがでしょう。交換ね、ベルト交換、ね、ベルト交換ですね、バンド交換に関しましては基本的にこう店舗での交換っていうのを弊社の方ではちょっと推奨させていただいておりまして、はいはい、じゃあワンタッチではない。そうなんですよ、はい、はい、お持ちいただくという。そうですね、はい、そのご要望も多いのは重々承知している中で、ちょっと実現できてないのはなかなか申し訳ないなと思っているんですが、うん、はい、このアリゲーターがしっとりしてて良いのよ。私も後でちょっと触りたいですね。これアリゲーターですか。そうですね、はい、クロコ、うん、はい、え、クロコですか。今そこめあれですね、ワニということですね、はい
あのアンチャマさんからケースサイズが知りたいですというコメントをいただいたんですが、ケースサイズはいくつですか？メカニカルですね、はい、まずアバンギャルドの方が、外径がですね、42.3 で、厚みがですね 12.4 になってございます。はい、厚みです。はい、で、でムーンフェーズの方が、外径が41ですね、41の、厚みが 13.8 になってございます。うん、ね、ぷっくりしてて可愛いね。ね、いいですよね。良いです。今日ちょっと新作発表会ではあると思うんですが、あの根強いオリエントファンからのですね質問が来ておりまして、あのもしあのお答えいただけるようだったらということなんですけれども、菱迫さん、ご質問ありがとうございます。エレガントクラシックのトノ型や手巻きのモデルはもう出ないのでしょうかということなんですが。なるほど、どうなんでしょうね。そうですね、ここでのちょっと名言はなかなかできないんですけども、あのやはりちょっと今後のやっぱ少しこうオリエントスターとしての少しちょっと考え方っていうところとして、あの先ほどあのクラシック、コンテンポラリー、はいはいはい、そしてスポーツっていう形でご紹介いただいたんですが、やっぱりそういった中でじゃあクラシックならオリエントスターとしてこの顔、コンテンポラリーにはこの顔、スポーツならこの顔っていうところをしっかり作っていきたいなっていうのが、あのオリエントスターとしての考え方で、はいはいはい、まあ、そういった中でこの M45 の取り組みであったりだとか、昨年のこの先ほど加藤がつけていた、はいはい、あのコンテンポラリーのスケルトンですとか、はいはいはい、アバンギャルド、うん、そして、今ダイバーなんかもあるんですけども、はい、本当にこういったこうデザインをすごく絞った中で、うん、オリエントスターとして、デザインの柱を作っていく、うんうんうん、でその中でやっぱりこういう商品のように、あのなんていうんですかね、フォーマルな今までの月齢ってやっぱ白文字盤が中心で、うん、やっぱりフォーマルな衣装だったと思うんですけども、うんうん、やっぱデザインをしっかり立てた中で、その中でしっかりこう振れ幅を作っていく、うん、いろんなこうお客様だとかいろんな利用心で使っていただけるようなデザインにやって、を作っていくっていうのが、今後オリエントスターとしてやっていきたいところかなというふうに思っています。なるほど、ありがとうございます。あのちょっとお願いがあるんですけど、はい、せっかく素敵な実機があるので私と福田さんもちょっとつけさせていただいてもいいですか？はい、ぜひぜひ、はい、つけてください。ちょっとこう手首につけた感じとか、多分もしかしたらご覧になりたいかなと思ったんですけど、いかがですかね、ソウルメイトの皆さん。つけるとどうなるか。私もじゃあこちらのメカニカルムーンフェイズをつけさせていただきましょうか。う、ね、つけるとこういう感じなんだよね。ちょうどサイズ感いいんだよな、すごく。ありがとうございます。うん、これ私不器用なのでちょっと待ってくださいね。うん、不器用なのでよく知ってるから大丈夫。うん、これ黒もいいですね、本当にね。はい、最初こうパッと見た時ね、なんかねシルバーかなみたいに、うんうん、シルバーももちろんいいんだけど、シルバーと黒でちょっとターゲットが違うかなと思ってますね。うん、でもシルバーの方ですとこうよりクールな感じ、都会的な感じですね。なるほど、で黒の方ですともう少しこう力強さを表現したいようなモデルですよね。はいはいはい、でもすごく悩みますよね、これね、2つ並んでて値段も一緒とかね。どうだ、私もつけたぞ。上手につけられた。はい、いやすごく素敵です。これ大きさ41っておっしゃいましたっけ？はい、でも私の手首14センチない感じで割と細めなんですけど、でもいい感じです。フィッティングもすごくいいですよ。このお月様本当綺麗ですね。でこのそうだ、そういえばちょっと言い忘れちゃったんですけど、うん、この月齢版もこのモデル向けにあの開発新規で起こしてまして、うん、そうなんですか。はい、あのやっぱ今回全体のトーンをしっかりこう、はいはい、馴染ませるとか意識しておりまして、はいはい、背景を黒に、そしてまあ月と星を金という形で、うん、あの月齢版もこのモデル向けに開発させていただいて、うんうん、金色はすごくすごく素敵だ、目立って、はいはい、ムーンフェーズが本当に主役の時計ですよね。そうですね、うん、こちらやっぱあのスバルっていうところでやっぱこう光が強い星とやっぱ弱い星っていうものがある中で、あの外周のこうなんていうんですかね、我々のポンチも見つかってるんですけど、あの 金のこうドットですね、とあとやっぱりこう月齢の月とか星のこう金色とかっていうところが一つこう差し色としてあの全体をまとめていくっていうところはすごく意識してあのやらせていただいておりまして、あの腕時計ってよく小宇宙っていうふうに表現されるじゃないですか。で私たちもこのモデルにはそこにちょっとこうフィーチャーしたいなという思いがありまして、やっぱりこの
文字盤の深さ奥行き感であったり、はい、あとはその今お話があったあの周りのこうドットですね、うん、黄色のドットで星を表現しているところですとか、うん、こういかにこの時計という小さな中にこう自分たちのこう、宇宙に対する思いを込められるかっていうところを、うん、あの今回チャレンジしたところになりますね、うん、すごくロマンが詰まってるんですね。教えていただけるとありがたいです。いや全然タイプの違うね2本ですけど本当に素敵ですよね、うん、ちょっとまたコメントをいただいてるそうなので私読み上げたいと思います。ちょっとお待ちください。事故らない。忙しい はい、ん、あった、ちょっと読みたかったやつがあったのになんか皆さんがいっぱいコメントくださるのでちょっと流れます。ちょっと待ってください。すいません。一つあの、はい、メカニカルムーンフェーズのところになりますが、あのプレステージショップのものも、まあ、公式オンラインストアのものもですね、一応今数量限定という形になっておりまして、はいはい、あの在庫等についてはあの各販売店様にぜひお問い合わせいただけたらなと思いますので、なるほど、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あのですね、はい、ごめんなさい、ちょっと話がね前後してしまうんですけども、トワさんからコメントをいただいておりまして、トワさん、はいはい、はい、いつもありがとうございます。あの55周年記念のダイナミックを使用していますと、でとても気に入っていますが、今後小さいケース系の腕時計の発売はありますかということなんですが、どうでしょうか。そうですね、小さいモデルの要望が多いですねそうですね、やっぱりあの先ほど言ったようにやっぱこうデザインコレクションを整えていく中でデザインを踏襲しながらこうサイズなんかもこうある程度こう大小をつけて、はいはい、やっぱりこうデザインしていくっていうのはこれからもやっていきたいなと思いますので、う、まあ、そういったご要望をいただければあの我々もぜひ検討していきたいなというふうに思います。うん、なんか今日はねこう現場と直接つながってる感じがして嬉しいですよね。うす、こうやっぱり使ってくださる方の意見一番大事ですよね。あ、そうなんですよ。そのそうちょっと言いたかったんですけども、結構やっぱ今回やっぱこういう限定商品だとかアバンギャルドもそうなんですけども、やっぱりこうコロナになってしまってなかなか私たちもこうお客様と直接お会いできる機会が減ってしまって、やっぱこういった商品でこういったあの機会作っていただいて、本当にこういう商品がなんかコミュニケーションピースみたいになっていて、お客様にとのこう会話になればすごくいいなと思っていたので、すごくこういうコメントいただけるっていうのはすごくありがたいというかすごく嬉しいなっていうふうに思います。ありがとうございます。あのこちら南一生さん一生さんとお読みするのかな、間違ってたらごめんなさい。あの昭和46年に初めての腕時計オリエント時計には思い入れがあります、欲しいなということです。お、買いましょう、買いましょうぜひあのひろかずさんからもですねコメントいただいてまして、こちらの有楽町のエプソンさんでも買えるんですかということなんですが、こちらはショールームだけですよね。ムーンフェイズですよね。いやいや、あの、はい、オリエントの時計。あ、ここでですか、はい、ここはすいません、販売は、うん、やってございますので、それね、いろいろとお問い合わせが来てるんです。あそこで買えるのかっていうね。ただこちら本当にあのモデルとしては全て揃ってますので、うん、ですよね、はい、あのぜひあの足を運んでいただいて実物を見ていただけるとすごい嬉しいかなと思います。実物で見ると欲しくなりますから。うん、そうなんですよ ね買えないモデルもいっぱい飾ってあるんだけど、ね、そうでもあのこうぜひ、ね、福田さんにほらあの解説ツアーというのを開いていただいたらどうでしょうか。あの、ね、うん、はい、脇道にそれた話ばっかりいやいやいや、あの楽しい時間はですねあっという間ということですね、うん、そろそろ、ね、終了のお時間が来てしまったようなんです。そうすか、はい、はい、ということで本日はですね桐生さん加藤さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか、こういう生配信的な。いやもうちょっと緊張しすぎちゃって、もう緊張しすぎちゃって、はい、慣れてましたよね。いやすごくお話、あのもう全然構わないじゃないですか。もう加藤さんいかがでした。そうですね、なかなかあのこういう機会もないんであの、はい、本当緊張したんですけども、あの、まあ、今回の2モデルともですね私たちの自信作ではあるので、うん、はいはい、ぜひあのなんでしょうね、あの店頭で実機を見ていただいて その質感を感じていただけると嬉しいなと。これ本当に実機をね、あの、まあ、毎回同じようなこと言ってるけどこれは本当に実機を見ると、うん、ぜひ、ね、もうねメカニカルモンフェーズの方も発売しましたしね、うん、はいはい、はい、というふうに思います。いや本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。というわけで2個見たけれども
どうですか、アバンギャルドスケルトンメカニカルムーンフェズ M45 さあどっちがいいみたいな。いや今日はマリちゃんの一本は無理だよね。いやこれはちょっとあの選べないですね、うん、でね、あの先ほどお話、ね、されてましたけど、その、まあ、この間コロナで、うん、まあ、お客さんと直接お話する機会が減ってっていう、まあ、あのまさにそういうことなんだけれども、今回のこのモデルはだからあのこういう、まあオンラインでも、十分伝わるメッセージ性を持って、本当になんかメッセージ性のあるに日本の作品なんで、はい、これを実機を置いてお客さんと直接お話をしてっていうすごい盛り上がる時計なんじゃないのかなとかっていうふうに、うん、そんな気するよね。ね、なんかこう熱い思いがとっても伝わってきて、今日ここに来てね、すごい良かったなと思っちゃいました、うん、なんかただ単に新作でしょう、すごいでしょうっていうんじゃない、こういう思いで作ったんだよっていうような、はい、本当にメッセージを感じる素敵な時計だと思います。はい、はい、うん、いや福田さんに完璧に締めていただいてありがとうございます、はい、ね、でもこういう、ね、ライブでの時計紹介っていうのも今回初めてですけど、新鮮でね、すごく楽しかったですよね。そうね、腕時計魂の生配信ってね、いつもあの飲んだくれてて、あのくだらない話のやつしかしたことがないからね、はい、真面目なのは初めてだもんね、はいはい、でもね、あのこうソウルメイトの皆さんにも駆けつけていただいて本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます。あの楽しく見ていただけたらよかったなと思うんですけども、もソウルメイトの皆さんあっての番組なんで、はい、はい、ということでですね、最後に、はい、あのさよならをする前にですね、はいはい、もう一度あの時計とおさらいをしたいと思います。メカニカルムーンフェイズ M45 はあ、こっちか、こっちは、はい昨日4月20日発売でございます。で、現在全国のオリエントスタープレステージショップでフェアが開催中なので、実機を見れますのでぜひお越しください。で、詳しくはですね、オリエントスターのホームページをご覧ください、はい、で、アバンギャルドスケルトの方は、はい、時の記念日6月10日に発売なのでもう少しお待ちくださいということで、お時間ですかね。ね、お時間ですね、はい、名残惜しいですけれども、また、ね、はい、ぜひこんな機会をいただけたらと思います。それではありがとうございました、はい、また見てくださいね。では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 。